はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきんどです。第58回全日本模型ホビーショーレポート第3回最終回となります。それではタミヤさんブース見ていきましょう。タミヤさんブース相変わらず人気で人でごった返していました。大人気です。スケールモデルコーナーでは戦車の新製品が展示され説明されていました。そしてカーモデルフェアレディ Z ですね。後ろからのシルエットが私はとてもかっこいい車だなと思いました。かっこいいですね。そしてスイーツデコ系のコーナー、小さいお子さんや女性に人気のコーナーだと思います。そしてラジコンコーナーではラジコンがビュンビュン走り回っています。これもおなじみのコーナーですね。物販ゾーンも混雑していました。こちらはキャビコさんですね。メーカーの方が一生懸命説明して見えましたけれども、こちらのですね作られているプラモデルのロボットかっこよかったですね。かっこいいロボットですね。こういったロボットを作られているメーカーさんみたいですね。こちらのプラモデル発売前らしいんですけども、ちょっとこっそりお値段聞いてみましたけれども、この細かいクオリティならば十分ですねお値打ちなお値段だと思いました。そして同友社さんですね。同友社さん楽しいおもちゃの方もいっぱい展示されていました。こちらのおもちゃはですね、なんとですね音声認識で動くようです。音声認識ですね。踊るんでしょうかね。あ、踊りました。こちらは日本初のプラモデルって書いてましたね。プラモデル60周年誌っていうのも後で見に行きたいと思います。そしてこちらはプラツさんですね。20周年って書いてありました。20周年でしょうかね。おめでとうございます。20周年を記念されてました。そしてですねプラツさんといえばこういう中継のですねプラモデルが充実されてますね。2001年宇宙の旅シリーズ、エンタープライズですね。やっぱり宇宙もの充実してます。かっこいいですね。はい、ファインモールドさんですね。こちらはですね、帝国陸軍の旧日本軍の戦車ですね。渋いとこ攻めてきますね。そして鉄道模型有名なトミーテックさんですね。トミックスですね、新宿駅を再現っていうコーナーがあって、新宿駅がブースの中に再現されてました。これもすごいですね。そして私ジオラマ好きなんでこういったですね、クレーンとかですね、給水塔とかですね、建物のプラモデルに惹かれてしまいます。造形が細かくてとってもいいと思います。そして12分の1の武器プラもリトルアーモリーもありました。こちらですね12分の1のフィギュアと合わせるととてもいい感じですね。部屋の中に武器庫ができますね。美少女と武器の組み合わせ素晴らしいですね。こちらガイアノスさんですね。いろんな塗料を出されているガイアノスさんです。ブースの方ではフレームアームズガールの専用の塗料がたくさん展示されました。こちら初音ミクですね。来年発売の初音ミクの専用カラー、そしてそれ以外の、フレームアームガールの専用カラーもたくさんありました。作例の展示も、見させていただきました。このキットはこのガールは一
体何がベースなんでしょうかね。もはやもう、何がベースなのかわからないぐらい、改造されていますね。かっこいいですね。やっぱちょっとドールっぽい雰囲気のある、すごいフィギュアだと思います。そしてこちら木製模型のウッディジョーさんですね。会場限定の、商品もありました。新発売ですね。こういった、木を使ったですね、精密な模型を作られているメーカーさんですね。なかなか味があっていいと思います。木ならではのですね、プラとは違う質感があってとてもいいと思います。こちらハーフタイプの雷門ですね。提灯や左右の仁王像もきちっと作り込まれています。かっこいいですね。この辺やっぱ心惹かれますね。ハーフな雷です。そしてこちらがお城の木製のプラモデルですね。150分の1ですね。結構大きいですね。これ熊本城ですね。すごい細かい作りで、そして秀逸なのがやっぱりこの石垣ですね。木目を生かしてるんでしょうか。石垣も木製みたいですね。すごく精密でいいと思います。こちらのメーカーさん、紙作りさんというメーカーさんですね。なんとレーザーカットした紙でですね、こういったクレーンとかですね、宿舎の方を作っているキットがありました。こちらの船舶以外のですね、クレーンとか倉庫とかはですね、すべてレーザー加工で切られた紙で作られているそうです。すごいですね。紙の方が逆に精密なのかもしれません。そしてこちらホビージャパンブースですね。ホビージャパンさんのブースです。鉄製のですね、ハイエンド金属製のですね、ハイエンドの戦車モデルですね。これすごく値段高いんですけども、ため息が出る作りですね。かっこいいです。そして本や雑誌に掲載されている作例の方も実際展示されていました。雑誌で見てもいいんですけども、やっぱり実物を見るとやっぱりすごいですね。こういった有名な方のですね、実際の作例が見れるのもホビーショーのいいところではないでしょうか。ウォーカーマシンかっこいいですね。こちらも雑誌に掲載されていたメルカバですね。メルカバの作例ですね。本当にため息が出るような、やっぱりプロの方が作った戦車汚しのテクニックっていうのはすごいですね。こういうのが身近に見れてとても幸せですね。じっくり見たいところです。そしてホビーショーといえばですね、こういった、電動ガンとかを実際にですね、体験できるコーナーも、必ず立ち寄ってしまいます。東京マルイさんですね。新製品もたくさん出ていました。やっぱりかっこいいですね。コーナーではですね、触ったりできるところもあるんですけども、実際手に取るとですね、銃のですね、重さを感じられてすごくいいと思います。皆さんもやっぱり思い思いにですね、触って体感できる銃を触ってみました。これもやっぱり人気のコーナーですね。こちらはですね、巨大な実物大プラモデルの展示コーナーです。ゲームの中に出てくるメカなんでしょうかね。とても大きくて注目を集めていました。すごい迫力のこのモデルなんですけども、ちゃんと自立しててですね、どういった強度で支えているのかとか非常に気になります。結構ですね、強い強度のもので作らないとこれだけのものは支えられないんじゃないかなと見ていて思いましたが、皆さんやっぱり、よく見てみました。かっこいいですね。やっぱり大きいのってすごいですね。
そしてこちらがスケルトニクスの、デモンストレーション、そして、乗車体験もあったようです。デモンストレーション前のスタンバイ中ですね。司会のお姉さんも、セリフを確認してるんでしょうか。そしてこちらのスケルトニクスなんですけども、人間の動きをですね、拡大する動作補助型のデバイスだそうです。そしてここでですね、オペレーターの方が実際にこのスケルトニクスを装着するところが見れました。足を乗せてますね。で、そして足の甲からベルトで止めていく感じですね。足はまるでそうですね、なんかちょっと竹馬みたいに、ちょっと高いところに乗っていくですね。足をベルトで止めて、この足の動きをそのまま、下に伝えるという感じですね。見た感じですね、大きな補助動力とかはないので、ほぼ人力で、動かす感じに見えますね。腕もですね、非常に細くてですね、特にですね、補助動力とかはついてないので、本当に人の体の動きをトレースするマシンというかメカなんでしょうね。そして腰の部分を止めて上半身を固定する感じですね。あー、なんかこう上のやつを下ろすのなんかパワーローダーみたいですね。で、デモンストレーションの方始まりました。このスケルトニクスなんですけども、1時間ぐらい並べば、実は体験できたんですけども、ちょっと時間がもったいなくてですね、やっぱり並んどけばよかったかなと思いました。こちらプラモ工場委員会さんですね。こちらにあったのはですね、たくさんのデカールを貼るための専用トレイです。飛行機のモデルとかにいいかもしれないですね。
工具メーカーさんもたくさん出展された中に、おなじみのゴッドハンドのニパコさんですね。ニパコさんも、必ずと言っていいほどイベントには登場されてますね。そして国産プラモデル誕生60周年の記念展示もありました。早速入ってみましょう。人いっぱいですね。これ先ほど見たですね、国産日本初のプラモデルですね、ノーチラス号ですね。最初プラモデルですね、樹脂製のプラモデルができるまでは日本のプラモデルは木製だったようです。これ 初めての金型みたいですね。金型の見本もありました。いや、現物なんでしょうかね。レトロな貴重なプラモデルが並んでいました。この辺とってもいいですよね。レトロなプラモデル大好きなんで、見ててため息が出ますけれども、こういうのがですね、もし手に入ったとしてもとてももったいなくて作ることはできないと思います。プラモデルがありますね。自動車、潜水艦、スーパーカー、レーシングカーですかね。そして人体、忠実なる犬の解剖模型ですかね。ゴジラ、やっぱり怪獣のプラモは最初の初期からあったんですね。ざっと見て渋いスケールモデルの後はですね、キャラクターモデル、私が子供の頃にあったモデルですね。ロボダッチ懐かしいですね。そしてサンダーバード、サンダーバードの秘密基地ですね。憧れのプラモデルでした。キャラクター系のプラモデルが出始めますね。謎の円盤 UFO、 ウルトラマン、ナウシカですね、ドクタースランプ、いろんなプラモデルが出て、そしてヤマト、スーパーロボット系のレトロなプラモデル、この辺欲しいですね。そしてガンプラへと続くプラモデルの歴史ですね。おお、これは知ってる人は知ってるプラモデルですね。ガンプラブームの時に現れた、ザ・アニメージですね。こんなのもありました。そして最後はゲームズワークショップさんですね。私最近、ミニチュア、ゲームですね、ミニチュアゲームとですね、下出るからにちょっと興味があるので、このブースはぜひ立ち寄ってみたかったブースです。
ウォーハンマーとかですね、ミニチュアゲームのコマってとても小さいんですけども、ここにはですね、すごく大きなですね、モデルが飾ってありました。メーカーブースの方もいろいろ質問に答えていただいてありがとうございます。とても丁寧に、質問に答えていただきました。こちら非常に精密に塗られているウォーハンマーのですね、ミニチュアゲームのコマですね。とてもちっちゃいんですけども精密なペイントがされています。私事なんですけども、実は前日ですね、秋葉原のアローズさんというミニチュアショップで下塗りペイントの体験会をさせていただいたので、このですね、このブースさんに置いてあるこのミニチュアがですね、どんだけですねすごく塗られているかというのが、十分伝わりました。すごいペイントですね。しかしですね、メーカーの方に聞くとですね、もっとすごいペイントチームがあるそうで、そのお話にはとても驚きました。ということで、楽しかった第58回全日本模型ホビーショーなんですけれども、楽しい、本当に楽しいイベントでした。新製品が見れたりですね、いろんなものが体験できたりと、メーカーの方がですね非常に苦労されて、いろんな商品を、ユーザーの方に伝えようとしている、とってもいいイベントだと思います。とっても楽しかったのでですね、ぜひですね来年も参加できたらいいなと思いますので、行かれていない方は一度足を運ばれてはいかがでしょうか。本当にですね、模型好き、ホビー好きの方には楽しいイベントだと思います。ということで、ホビーショーのレポートでした。ここまで見ていただいた方は本当にありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。よろしければまた次の動画も見てやってください。さすらいのアキンドでした。